こんにちはえっと今回はあのいつの話っていう感じなんですけどあの3ヶ月前の韓国の購入品から動画を始めさせていただきますので、えっと、皆さんおお付き合いいよろしくお願いしく願ますまずはあの2ヶ月前の9月のに韓国8月,8月に韓国に行った時の購入品なんですけどこれ、A、どっちも APM プレイスっていうあの卸売りのお店で買ったんですけど。 あのその回は本でとかで全然欲しい服なくて「やばいもう,う着,る着るもんない着るもんないやばいやばいやばい服買わないで買えるのかな」と思ったらあのなんと APM で一番可愛いお店がいっぱいあったのででもなんか可愛いと思ってもまとめてじゃないと売ってくれなかったりと買えてもなんか納期がまだ先ですとか言われてまた取りに行かなかったりしなきゃで結構大変な感じだったので唯一あの自分が気に入ってすぐ 受け取れれる2 2個個こ選でまたこれは本で,、ま、で買ったネックレスなんですけど安くてて800円ぐらいいで買えて可愛い感じですもうこれはあのこの動画はあの韓国のホテルでそのまま帰ってきてそのまま撮って,撮ってもらってるんですけど次 OFR ソウルとその2階にあるミラベルっていう雑貨屋さんがあってそこでの購入品をご紹介します。 まずあの2階の雑貨屋さん多分ミラベルって呼んでますけどあの間違えたらごめんなさいなんですけどなんか私いつもなんかお店の名前を「こうだったと思います」とか「合ってるか分かんないですけど」とか読み方分かんないですけどって言ってるけどほんとなんかバカっぽいですよねすいません許してください。であのまず「購入品第一丸一のお皿です」なんかずっと言ってると思うんですけど食器とか欲しくてでもなんかあんまり分かんなくてなんか。 どれが買うのが正解正解とかないですよね正解とかないんですけどなんか自分のことを信じきれずにいつもなんかなんだかんだ変えてないので今回はちょっと買ってみましたで、これは1階の OFR の方で買ったトートバッグです、まあ、これはもう絶対韓国行ったら買うべきだと思いますしもうめっちゃ使ってますめっちゃ可愛いって言われるしめっちゃ使ってるしいいと思います皆さん買ってくださいで今度また2階に戻り2階でかの 雑貨屋さんで買った指輪なんですけどじゃじゃーんまずこの先に紹介する方これをじゃない方がじゃない方がインスタで見つけてそれを買いに行ったんですよ。で、だけど置いててなくてあ ないんだと思ってこれをじゃあこっちにしようと思ってこれを店員さんに渡してこれお願いしますって言ってたら,ら店員さんが怖い人だったら何も言わないつもりだったんですけど店員さんが結構優しい人だったんで「もしかしてこのハートの方ってなくなっちゃいましたか?」ってあの写真見せて聞いたら「あちょっと待ってください」って言って裏行って探してくれてあったんですよ裏には表に出てなかったんですけどで裏から持ってきてくれた指輪がこちらになります本当はこっちが本命でした私的には、まあ、どっちも可愛いんですけど ただこれをもう1もう個の方先に渡しちゃった方を包んでくれてる最中にハートが出てきたので「本当はこっちが欲しかったからさっきのやっぱキャンセルするわ」って言えないタイプなんですよね私は。何でもおとなしくどっちもまあどっちも可愛いから買っちゃおうと思ってハートの方とハートの方っていうのがこちらです。めっちゃ可愛くないですかこれ。超気に入ってるんですけど結構おもちゃっぽいですよね。最近そういううい感じハマっててあのちょうど ちょうど韓国で可愛いお店があったので、買って買っちゃいました。これがあの太いので。小指と中指はめっちゃ痛いです。圧迫されて。で、そんな感じです。で、全然違う日に、もゆかさんと新大久保で大好きな肉麺を食べております。で、食べ終わった後に、この後どうするってなって、カフェでも行って言ったりするかみたいになったんですけど。まあ、新大久保ってカフェのイメージなかったので、あのこだわりなく、もう近くで見つけたところに入ったんですけど。 結構その割には怖いくないですか？ええー、思ったよりいい感じでねって話してました,た。平日の割と遅めじゃないですけど、なんか遅めに行ったにもかかわらず結構なんかどんどん人入ってきて、ああ人気なんだですねって思ったんですよね。結構なんか人気っぽいカフェだったので皆さんぜひ行ってみてください。そして今日は結構何度かリクエストももらってたワッツインマイバッグカバンの中身を紹介しますのでよろしくお願いします。まず私が一番使っているこの銀ギラのバッグですねパコラバンヌっていうやつなんですけど多分。 出てる中で一番小さいサイズでこれ本当に財布とリップしか入らないのでいつもこんな感じで大体財布で限界は来てるんですけどリップを横にシュッとあの差し込んで何とかごまかしてやってますでこれ皆さん見てわかると思うんですけど私はイヤホンが今まで有線の,の iPhone 買った時に付いてくれるやつをそのまま使っててでもうポケットに入れるかこのバッグには入んないんでポケットに入れるかポケットなかったらこうやって結んでたんですよ。 別になんかそれが嫌だったわけじゃないですけど、まあ、ワイヤレスがあったらワイヤレスがかっこいいよねとは思ってましたんですね。であの2番目に使ってるサネルのバッグなんですけどこれは親からお下がりでもらいましたモバージュとサングラスと財布とあと化粧品リップとかが入ってるんですけど私基本的にはディズニー行く時はビューラーとかマスカラとかもマスカラじゃないアイラインとかも持つんですけど。 遊び行くときは大体リップ1本で済ませたタイプなんですけどなんかあまりにも殺風景だったのでちょっと今回は見栄え要因ということでちょっとなんかいくつか化粧品を持たせていただきましたで私出かけるときはもう大体ほん遅刻寸前なんであのアクセサリーとか家ででのんびりつけてるでかはないんですよで大体毎回毎回同じアクセサリーつけるんでもうなんかバーンって持ってバーンって走って電車乗ってそれで「あ間に合った」ってなってから電車でアクセサリーつけるタイプなんでとりあえずカバンにぶち込むので一応カバンの中身として紹介しております。 であのいやこれが今回スュディオさんっていうスウェーデンのイヤホンの会社さんからもらったいただいた、えー、とワイヤレスイヤホンなんですよ。めっちゃ可愛くないですかこれなんか色何,色何色も色あって今回なんか新作でなんかバージョン2みたいなのが出たみたいでそれでいただいたんですけどあの色も選ばせてもらったんですけど全部可愛くて結構迷ってなんかミントグリーンみたいな色。 この色グレー黒があったみたいで、私はこの色を選びます。でも全部結構可愛くて。私マットが大好きなんですね。マット素材です。マット素材が大好きで、だからリップとかファンデとか椅子とか全部マットが好きなんですけど、あのちょうどマットで本当に可愛くて長期本当に気に入ってます。あの関係もらったとかじゃなくてマジで気に入ってます。で、あの持ち物の1つにセリーナサングラスが入れてるんですけど。 あのなんかセリーヌのもともとついてたこのケースがでかくてかさまるのでちょっとなんかバッグに入れるとちょっと迷惑なのでなんか代わりに別の会社の会社っていうか別のブランドの巾着に入れて何とかしてます。であのいろんなバッグのパターンが紹介はしてるんですけどこれただかわいいバッグを自慢してるだけで中身は全部一緒です。お願いしますすこののサングラスなんででけどあの沖縄の空港で 二個買ったら四十パーセントオフって言われて、ほぼただやんと思って、ちょうど二色欲しくてずっと迷ってる時だったのに、その二個が二個で四十パーセントオフになるって言われて、本当に一個買うのと二個買うので差額が五千円ぐらいだったんですよ。だから一個ほぼただやんと思ってあの迷いなく買ったんですけど、マジで後悔してないんですけど、やっぱりピンクと黒買って黒ばっかり使うなっていう節はありますね。次このサックスポッツの透明バッグでこのバッグもめっちゃお気に入りで。 このマックの時とか特に中身見えるのでなんか財布とかをなんかついでに自慢しながらあの歩けるのであの全部可愛くてお気に入りです。このリップはロサンゼルスで買ったやつなんですけど4年、ね、4年前ぐらいかないまだにお気に入りです。でこれが普段使ってるリップですエスポーで買いました。 財布もセリーヌなんですけど、これも沖縄で買って直営店なのになんか安く買えるやつでめっちゃ安かったです。こんな可愛いの安くしていいの？って感じでした。で、このイヤホンなんですけど、もう耳に入れた瞬間にバーンってフィット力が半端なくて、あの特に私みたいなラップばっかり聞く人とかは軽やかな音というよりかはもうドカとかドカとか頭とか全身に響くぐらいの音がいいので、あのめっちゃ聞こえてくるっていうか、中から響く感じでめっちゃ好きです。 であの見た目ももちろん可愛いしもう私、見た目だけでもこれ100点満点あげれるんですけどこの横についてる銀のプレートの部分ここですねここの部分でタッチするだけで音止めれたりとノイキャンにできたり戻せたりもするんであの電車乗ってる時とか人と会話する時とか TPO に合わせてあのいろいろ使い分けれてめっちゃいいなと思いました。あああとあとあと,あと あのプラスチック一切使ってないみたいで私は意外と環境とかをなんか水出しパとか大嫌いなタイプなんでいいいと思いますそういうとこも今時でいいなと思いました何か私のなんかリンクコード紹介コードからあの買うと15%オフになるみたいなのでぜひ皆さん使ってみてくださいであの全然違う日にディズニーに来ましたゲソンゃんなんですけどこの日はアフターファイブみたいな,なんか名前違うんですけど5時から入れるやつにしてて。 なんか私はなんか昼の青空のバッキバキの感じよりはこういうちょっと陰り始めた時間帯が好きなんで結構5時からで暑くもな,なりすぎずちょうどよく楽しめましたでも大人になったなと思いましたはいで今日の服はもう一周回って夏最後ということで白 T デニムで締めましたと定番な感じでいきました めっちゃ景色綺麗やっぱシーってこういう雰囲気が素敵ですよねやっぱりこういう時間が好きです私はで友達がベイマックスを今回も連れてきてたので一緒にご飯楽しんでますただディズニー来すぎずそろそろやることもなくなってきましたであの全然違うまた別の日で妹が萌花ちゃんがアクネのマフラー買ったっていうのを知ってみなほも欲しかったやつとか言い出してあの真似真似してます真似して買いに行くっていうので 私が付き添ったんですけどわざわざあのピンクの可愛い袋なのにこの赤いライトの前で撮ったから全然伝わらないっていう残念な感じになってますでなんかずっと行きたかった随便出会ってんのかなっていう中華料理屋に来ましためっいや私って中華大好きなんですけど中華ってなんか結構ボロボロの悪口じゃなくてなんか古めのなんかなんていうのあの ちちっちゃいこじまりしたお店でも美味しいとこめっちゃ美味しいじゃないですかなんか900円とかで食べれてなんで別になんかちゃんとしたとこで食べなくても変わんないんじゃないかって思ったんですけどあのここ値段はまあちょっと高めではあるんですけどめっっちゃ美味しかったですやっっぱ違うなって思いましたあでもなんか高いって言ってもなんかそのまあ確かに数百円の中華に比べたら高いですけど別に全然高いみたいな感じじゃないんであの皆さんぜひ行ってみてください。 ごま団子もも美味しかったです私は昔「千と千尋の神隠し」を見てそのトラウマで本格的な中華料理屋に入れないっていう病気だったんですよ。でもそれをなんかほんと最近克服して入れるようになりました。牡牡蠣蠣大好き最近ハマってます全然違う日になって今度はまた妹に駆り出されて「韓国とんいち」っていう韓国料理屋が っ,てなってちょっと私も行きたかったんで一緒に来たんですけどなんとここが YouTube でわざわざ紹介しといて何なん,なんですけど多分もう閉店しちゃってますね今なのであの思い出としてあの残しておきます。でとにかく量がすごいらしくてもちろんサムギョプサルを頼むんですけど、まあ、サムギョプサルがメインっていうかほぼサムギョプサル屋さんみたいな感じだと思うんですけど。 大体サメグサル屋さん行っても2人前が飲んだら肉4切れくるじゃないですかでもほんとひどいところだと2切れとか2切れとか3切れとかありますけど大体良心的なお店だったら4切れくるじゃないですかでも5切れ来たんでああすごい早速たくさん来てると思ったらもうどん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 ,どんおかずが運ばれてきてただもう帰りにこのお土産ももらえるんですよサイダーとか海苔とかお菓子とかもらえるんですけどパックとかそれで終わりかと思ったら自分たちも閉店しちゃうんでこれも持ってってくださいみたいな感じで新品の鉄板渡されて。 え、え、嘘そんなことある <laughs> と思ったんですけどなんか私はあんまり「あはーい」とか言って「ありがとうございます」とか言ってなんか適当に受け取っちゃったんでめっちゃ帰るの大変でしためっちゃ重かったですで結構私も妹も歩くのが好きなんで韓国料理屋から次の行きたいカフェまで歩くことにしましたほんとなんか夏の終わりかけの夜道って最高なんですよね歩くのになんであの存分に楽しんでおりますこれなんていうお店なんだろうこれ 有名ななとこなんですけどなんか名前が難しすぎるなんか英語でも日本語でもないみたいな感じでなんて言うんですよねであのテラス席でもう存分に夏の終わりを楽しんでおります寒すぎず暑すぎずだ、快適な気温でテラス席人が少ないんでなんかそれも良かったですねなんか喋り放題っていうかまあ別にうるさくしないですけどねうるさくはしないですけどねでデザートまで食べてなんかめこの日はもう トンイチで結構お腹いっぱいになってたんで軽めに食べました店内可愛くないですかこういう感じでパリカフェって言うんですかねパリカフェですで全然別の日になってあのもゆかちゃんと遊ぶ日なんですけどベースレンジ韓国で買ったベースレンジの購入品をご紹介したいと思いますこのた本当ただのロンティーでなんかクタクタしてて結構透け感があるタイプで黒と迷ったんですけどやっぱ白の透け感が可愛かったんで 白を知りましたでこのレザーのスカートも韓国で買ったやつでであのさっきはた韓国料理食べた時に入ってた黄色いスカートも韓国で買いました5作で2万円ぐらいだったんで1、まあ、着45000円って感じでしためっちゃ良かったです全部買って良かったですでモエカなと合流して仕事終わりのカフェに行きましたペーパームーンだったかな多分そんなそういうお店ですえそういうブランドもなかったでしたっけそん合ってるかな 多分、まあ、皆さん知ってますよねこのカフェ有名なとこですで紅茶とあのケーキ食べたんですけどこの日はこれに来る前に腹ごしらえでガストでうどんとかあの定食唐揚げ定食とか食べてきました結構私たちは食にこだわりありそうに見えてないっていうか何て言うんですかねあのこのあとカフェ行くって決まってたらなんか腹ごしらえはどこでもいいよねみたいなタイプではあるので。 結構そういうこともしますね。マックで済ませたりもしますね。それであのもゆかちゃんにお願いされてた。あの韓国の雑貨をあの買ってきてお渡ししたんですけど、あのとにかくこの店員さんがめちゃくちゃ優しくて、なんか元々包み始めてくれてた時に、あのレシートとカード領収書が出てきて、それを受け取るので一回動画止まっちゃったんですよ。それを見て店員さんがああせっかく撮ってたのにって言って。あの？ ごめんもう一回やりますねって言ってあの途中までやってたのを一回広げて一からあの梱包し直してくれてもうえそんなそんなユーチューバーに優しいんですか韓国のお店ってって思ったんですけどあの,あの自分のことユーチューバーとか言ってすみませんでしたそう,うあのこんな大したことないあれでも気遣ってくれて本当に優しいなと思いましたまあそれで無事にあの前回の韓国 Vlog にもしっかり尺を取って動画が 入れられらててていいるのでぜひ見てみてくださいもう今回はとにかくもうめちゃくちゃ楽しみな計画を萌歌ちゃんとしたので皆さんもお楽しみに。ではありがとうございましたバイバイ。